ただいま紹介いただきました、同級生ということで、まあ、神奈川に住んでおりまして、翔太郎さんとは、まあ、50年来の友人ということで、一言と激励の言葉を申し上げたいと思います。まあ、この、翔太郎さんが初当選してこの4年間というのは、まあ、大変その岩船町にとって激闘の4年間でありまして、あまりにもこういろんなことがありすぎて、まあ、多分皆さんちょっとこう、初めて その選挙の時のことをちょっとこう、思い出せないかと思うんですけども、ちょうど元町長のリコールがございまして、その4年前の選挙は町長選と町会議員選挙の同日選挙だったんですね。で、町長選挙は、まあ、一騎打ちということで、また町会議員の選挙につきましてはその少数決戦ということで、なったわけなんですが、まあ、結果、まあ、皆さんの存じるように、翔太郎さんは、まあ、町会議員 その少数決戦の中でも上位当選ということでなりました。でまた、町長選につきましてはやはり同級生が当選しまして、まあ、本来であればその選挙、まあ、同日選挙ということで、まあ、同級会としても、まあ、当然町長の候補また町議の候補ということで、まあ、全面的にこう協力をするということが、まあ、本当だと思うんですけども、なかなかちょっとこうご存じのようにちょっとその両方がこうこの方のこの何ですかね、がちょっと正反対ということなことがあって、また同級生の中でも、いろんな意見がございまして、同級生として同級会として、まあ、全面的に応援をできなかったというのが今になってみるとちょっと悔やまれるところです。で、まあ、翔太郎さんは、まあ、それ初当選以来ですね、まあ、議会では、まあ、私の察するところ、まあ、典型的な、まあ、縦社会ではないかと。やはり先輩議員がいて、やはりその新人ですね、まあ、の議員さんにはいろいろその辛さというんですかね、あったかと思います。まして、その合併問題というのがあったものですから、その中で、やはりその反対の方からもいろんな考察もあっただろうし、また同じその仲間というこでもいろんな締め付けっていうんですかね、まあ、ちょっと言葉あれなんですけども、ことがあったかと思うんですけども、まあ、そんな中で、初心を貫いたということは、やはり友人として誇りに思っております。またまして町長さんと同級生ということもありまして、いろんなその我々には分からないような辛さがあったんじゃないかと思います。まあ、性格的にこう愚痴をこぼすような人ではないので、なかなかこう酒とかを飲んでとか、まあ、あまりこうそういうことは言わなかったんですけども、まあ、そのお話の中にそのような苦労が明確でしたというところです。で、まあ、今回の選挙はですね、まあ、先ほどのご挨拶の中になりますように、まあ、6ヶ月ということでの、まあ、着火の選挙になるわけなんですけども、まあ、6ヶ月しかということではなくて、まあ、これが合併までの6ヶ月、本当に最後の仕上げの6ヶ月間になるかと思いますので、まあ、今度ですね、2期目当選した月にはですね、そのいろんなそのこれまでこれからの合併のいろんな細かい点についてよく精査していただいて、まあ、こんなはずがなかったというようなことのないようにですね、していただければと思っています。またその後ですね、まあ、今度は都市と合併しますと、まあ、市会議員ということになるんですが、まあ、本人はまだ市会議員とかっていうのは全く証明してないんですけども、まあ、一応我々としてはできればですね、この次もやっていただければというふうに思ってるんですが、まあ、もし、万一ですね、まあ、まあ、その市会議員ということではということであれでもですね、やはり今度はその合併した後のその私たちとまたその人のその太いパイプ役になっていただければと、そんなふうに思っております。で、まあ、ちょっと最後になるんですけども、まあ、前回4年前の選挙の時には、まあ、私の住む中畑ですね、今日ちょっと自治会長さんがいないのであれなんですけども、ちょっと変わりましたねなんですが、ちょっといろいろ事情がございまして、なかなかこの1枚
ではなかったということで、大変皆さんにご迷惑をおかけいたしました。で、まあ、今回はですね、すべて五日端の意識の中では東京さんをお送りということで、前回はちょっとできなかったんですけども、今回は11日の日に地元懇談会ということで磯虎さんに来ていただいて、お二方に参加していただいて、こういろんな話し合いができたということです。でまた今後はですね、この合併の後はですね、今度は、自治会という組織も変わりまして、今度は支部ということで話を聞いておりまして、伊香端も第一支部ということで、今度は皆さんと一緒にの支部ということに入りますので、これを機会にですね、また今後とも伊香端の方もよろしくお願いいたします。最後になりますけども、翔太郎さんの実績というのは、ただいま初先輩方のご挨拶になった当時でございます。また本当ですね、またさらなるご活躍を期待して、また旧姓としてまた応援していきたいと思いますので、皆さんも、ご支援ご指導のほどよろしくお願いいたしまして、挨拶といたします。どうもありがとうございました。